いつまでやるんですか？なんという辛さ。全くクリアできる気がせん。お、もうとっとと一面は終わらそう。長くいればそれだけ死ぬ可能性が増えるってことだからな。なんかね、このオカリナ9匹敵倒すと出るらしい。このここが一番楽だな。ちゃんちゃんこう。ダメだ、画面変えないと。あと2匹か。さーっと。あんまり仲間は、一面は特に塗り壁だけありゃ十分だから、いらないと言ったらいらない。植えたら急に降ってくるのが一番怖い。よし、1キャップもできた。もう一面は通過するだけレベルでいきたいんだよな。画面端でしゃがむと OK。 つうか塗り壁変える前にも倒しとかないと死ぬよこのゲーム。二人目とか言ってる暇ない。今こんげた。何より無敵が嬉しい。お前倒せないの？あ、倒せた。適当。泥多忙とか出ないから結構楽。指は残しておきたい。ここのボスは指が使いやすいんで。お、正解教えてくれるおっさん。あと2匹。オカリナ2つ目。よし。だがボスと戦えるあれはまだない。もう一面行かないと。ここか。2面だったらここはぬるい方だから。3つ目でアイテム。これであと一つ。一応オカリナ取っとこうかな。最後の一つ。敵が降ってそのまま去っていった。よし、現在超順調だ。一気も死なずに来てる。
これ最強、最強、貫通する。最高。この辺からも気をつけていかないと。今こんげた、何よりも無敵が美味しい。今のうちに、無敵のうちに稼げるだけ稼ぐ。よし、無敵食えれると同時にクリア。タヌキが怖い、どこから降ってくる。来た、よし、ちょうど向こうに。超順調だ。なんとかクリアせねば。来た、ここだ。後ろから出てくる泥タボに気をつけないと。3つ取ると出てくる。無敵にならなかったか。上から来るぞ。あと3つ。お、よし、今回でクリアしてみせる。やばい、あ、落ちたけど死ぬよりマシ。よし、妖怪魔境。なんか知らない敵が、知らない敵が、知らない、知らない敵しかいない。よし、ちょっと無敵、今のうちに稼ぐ。よし、ボスとも戦える。まあ、もう無敵が切れる。もう無茶はできん。いったろ、これ全部揃ったし、アイテムもいっぱいある。一番奥の23の威力の高いやつ連発して、なんとかノーミスでいきたい。来い、塗り壁、一瞬。よっしゃ、武器強い、武器に頼ろう。クリアどうとか言ってるけど、4面で終わりかどうかすら分かんないんだけどね、本当は。3匹倒した時点でアイテム。リモコンゲタ、そして無敵、今だ、今のうちに稼げるだけ稼ぐんだ。そしていきなりボスに行けるやつ。このゲームはエンディングないですけどね。なんかさっき嫌な言葉が聞こえたけど、気のせいだよな。来た来た。永遠と繰り返すだけ。なんだと。終わりが見えないな。ちょっとそれは辛いな。エンディングないか。もうこれあれでいいんじゃないっていう、4面クリアでいいんじゃない的な。エンディングないんだったら4面クリアしたらもうクリアでいいんじゃないっていう。しかもステージが多い。
毛玉の親父、取ると一気死ぬという素晴らしいアイテム。死ね、泥太棒。俺、お前嫌いだ。また出た！よし、あと1個。嘘だろ、1個で死んだ。なんか異常に強かった。うおー、なんか分かれてきた。そしてクリアか。無限ループ？やだなそれ。カラスさん、どっか出てこないかな。無敵。来た。ゲット。どっから来る？来なかった。泥タボを抹殺しておこう。戦いにくくてしょうがない。3、ラスト。地獄に行きませんように。よし、もうボス行っちゃおう。この鬼のような、ループしたっぽいな、ボスが。あ、でも、ステージは、結構特殊な感じ。ま、行けるまで行こうか、とりあえず。よし、無敵。遠距離攻撃の鬼だ。ちょっと画面を消してから戻ろう。3個取ったら出てくるアイテムで無敵になれるとすごい助かるけど、なれなかった。上から来るぞ、気をつけろ。あとは泥タボを来なきゃ。いけるいける。ゲームプレイに慣れてきたのかな。あんまり死ななくなったな。泥タボ何回も出るから、あのまま放置しておこう。こいつ出ると他の雑魚が出ないとか、そんなことはないか。一番下にいよう。背景と混じって全然攻撃パターンがわからない。よし、かわした。あと2個。また出た。かわした。全
然背景真っ暗で攻撃が見えねえんだよこれ。ひどいな。よし、もうずいぶん慣れたな。よっしゃボス。もうボスループしたっぽいなこれ。だよな。よし、お、斜めまで来たけどループだなこれ。ほんとゲームオーバーイコールゲームクリアでいいか。うう、煽った、泥タボ、青かったから青タボって言いそうになったけど。無敵、頼む、無敵、無敵になるアイテム。無敵にはならなかった、威力は強いけど。急に湧くのは本当勘弁してほしい。よし、もうボスに喧嘩売れる。塗り壁とかいらないから。てか塗り壁はもらえるか。見事なまでに無視できるルートだ。あの指のやつにして抹殺しちまうか。何、相打ち失敗扱い。一気もったいなかった。八面通りでクリアした覚えがないわけだ。クリアなったのかこのゲーム。しゃ、無敵。あ、もう終わる。一つ目に2匹になった。2匹に難易度は上がっている。ギリギリじゃないか。よし、よくうま、今日よくうま、今日は本当に3つ目のアイテムが無敵になれるかどうかだよ。なれ、ミスった操作、ちょっと情けない。逃げとこう。無敵にはなれなかった。よし、あと2匹。よし、ボフと戦えるアイテムが手に入っていないな。ちょっと2匹はきついんじゃないかこれ。
一匹が下にいるうちに一気に上まで行っていこう。よっ、もう一面クリアしないといけないか。また陽空魔境だ。あえてちゃんちゃんこを使ってしまおうか。したらちゃんちゃんこが出たら、なんか見知らぬアイテムが出た。スピードアップ、リモコンゲタ、よかった無敵だ。ちょっと早すぎなんだけど、これまた陽空魔境。どんだけ空好きだ。カラス、無敵じゃないけど威力は高い。だからよし。うん、ダメだった。でもまあ頑張ったんじゃないかな。9面行きたかったけど、まあ終わりがないってことなんで、ここまでやったらもうボスもね2周目行ってたしいいかなということでね。じゃあゲゲゲの鬼太郎妖怪大魔境は、ここまでということで終了します。ここまで見てくれた方、お疲れ様でした。また次のゲームでお会いしましょう。それじゃあ、さようなら。